同じバドミントンやってるものとしてさ、リンダーの軸足について教えてください。前の処理で戻る時のいい時と悪い時。普通は良くないのっていうのは、同じバドミントンやってるものとしてさ、リンダーの軸足について教えてください。前の処理で戻る時のいい時と悪い時。普通は良くないのっていうのは、前に軸がある人は大体なんですよ。意味わかります？前に軸があって、それに体がついていく人は大体なんですよね。それはダメなんですよ。軸をもう真ん中にして、そこから引っ張られるような感じ。だからコートがここにあったとして、あったとしてね、でこっちが前ね、こっちが前だとした時にね、ここにいるわけでしょ。でここから前に出るわけじゃないですか。ここに力が行くんだけど、右足だから行くじゃないですか。右利きだったらね、右足が行くんだけども、行くんだけども軸はここに残してほしいんですよ。イメージで言うと、だからここに対して引っ張られるんじゃなくて、ここからここに引っ張ってるっていう感じ、イメージ。だからここはほとんど動かない状態。前と真ん中、前に軸があってで、軸を置いちゃって前に引っ張られる人が多いんですよ。なんでかというと、前に重力が行くじゃん。前に行くんだから、はい、その重力に体がついていっちゃうのはしょうがないです。普通の流れなんですよ。でもリンダンとかの軸っていうのは、ここにちゃんと軸があって、まあなんかゴムみたいなもんですよ。ここからここにゴムがあって、からビューンってここに引っ張りますね。こうやって手離したら、手離したら戻る。どこに？後ろに戻る。あ、そう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 、その動きなんですよね。なんでこうした時に戻るの？重心が前に行ってないから。重心は前に行ってるじゃん。ゴムを伸ばしてんだ。ここに軸を置いてるからでしょ。はいはい。だからこれ逆にゴムだとして伸ばしました。引っ張りました。はい、こっち離したらどうなる？前に軸が。あ、だそれはダメってことです。だから常にゴム。ここが基準としてあって、ゴムで引っ張って、ここは離さないんです。全部こっちの手を離すようなイメージ。こっちの手の、ここの手を離すような感じ。ここが左手だったら、ここの右手を離すような感じ。イメージね。左手は意識しますよ。バランスが崩れやすいんで、まあ左手がどれぐらいのね、効果を生んでくれるかわからないんですけど、左手でうまくバランスを取ってれば、崩れなかったのになっていうことはあるかもしれないです。でも、それよりも重要なのは、ここの意識ね。この意識。だけど、さっきのゴムの一番の重力はここにないといけないんで、キープしてないといけないんで、やってみてください。シングルスです。自分がやりたいことが先行してはいけないと思うんですが、試合の作り方としては、序盤中盤後半での考え方を教えてください。徹底した攻め方で相手に意識づけをさせるのが序盤で、そこから散らしていったりするのが中盤、後半になるともうがむしゃになってしまうので助けてください。とこれに関して言うと流れなんですよね。中盤、序盤、中盤、終盤ではなくて流れなんですよ。だから流れの中で、この流れだったら3連取できる、5連取できる。この流れだと3連取されてしまう、5連取されてしまうっていう流れってあるじゃん。どういう時にこういうプレイをしたら3連取5連取される可能性があって、どういう流れになったら、あれ、思った通りに全ていくなみたいないうパターンで試合が進むかって、いろいろあるのね。わかる？流れがあるから。うん。だから序盤はその流れを掴むのではなくて、今言ったように意識した攻め方で相手に意識づけをさせるのが序盤で、ここ間違ってないんじゃないかな。そこから散らしていったりするのが中盤。いや違うと思うな。序盤の考え方で中盤まで行ってほしい。で後半になるとがむしゃらになってしまいます、助けてくださいなんだけど、その今言った中でも流れがあるんで、だからその流れの中で冷静に流れを見た方がいいですよ。あのデータ出した方がいいです。自分の点数誰かに数えてもらって、だいたい流れが悪い時って、流れが悪くなっちゃう原因って、流れがいいなと思ってて、その時によっしゃチャンスだと思ってる時に、そこでなんかつまんないミスしたりとかっていうパターンの時と、まあサーブ打たれて1球目のミスよね、その時は流れ悪くなるよね、だいたいね。あとはいつも入ってた球が 入らなくなった時ね、いつも絶対入ってたのに入らなくなった。それはでもいつも入ると思ってる、それ過信なんで、常に気をつけて打たないといけない。常に気をつけていかないと。ネットの高さは決まってて、コートの広さは決まってるんで、うん、そこに対してどうするかだから。で、後半になると、もうがむしゃらになってしまいますっていうのは。